けども、中心の気圧が950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速40メートル、大型で強い台風です。で、動きがですね、非常にゆっくりとしてまして、で、台風を後ろから押す風もこの辺は吹いてませんし、動きがね、この後も同じような海域にとどまる恐れがあります、ということは南西諸島などはうねりを伴った波の高い状態がこの後しばらく続くということになりそうです、で、5日後ぐらいになるとまだこの辺りにいる可能性もあるし、5日後でどうですね、ただ北の方に行きますと南西諸島にかなり近づく恐れもありますので、この後の台風情報十分注意をしてください。 そして今日の天気の移り変わりです。北日本は今日は午前中を中心に雨で、雷を伴って強く降るところもある見込みです。その他のところは今日の日中は概ね晴れの天気が続く見込みです、では今日の各地の予報です。北日本は今日の日中午前中を中心に雨が降り、雷を伴って強く降るところがあるでしょう。その他は晴れる見込みです。今日日中の予想最高気温です。関東から西は25度前後まで気温が上がって、日中は汗ばむ陽気になるでしょう。明日からの天気です。明日また北日本は再び雨の降るところが多くなって、雷を伴うところがあるでしょう。名古屋から那覇です。東海から西日本はしばらく晴れの天気が続く見込みです。